フィルターをつけて、十文字にこう格子が入っているフィルターをつけているんで、ちょっとピントが甘くなっちゃう。こんなものも。多分何ミリかを選択するとこういうこうクロスに輝いた写真がみんなこう輝いてる写真に行ったり、あ、本当だすごい、これクロスフィルターの効果です。うまく撮れました。固定で撮らないと、あの、よっぽど固定で撮らないと、あと、ライン共感度を めちゃくちゃ上げちゃうから、ね、注文字が出るようになってます。光を注文字を上速も特に注文字なんですけど、今日の特徴は全部注文字なんですけど、輝いてるんです。もうストロボを叩かずに、でここにフィルター入れて、この注文字になってるフィルターを入れると、これ結構木とかでローソコンとかで、アイフィルターを入れとくと光を入れていくんです。ちょっとピントが甘くなってこんな、人と同じ写真とかちょっと違った写真を出してくると、まあ面白い写真。普通にストロボ体感がこうなっちゃうんで、ストロボ焚かずにこうやると、こう光を入れていくんです。なんでさっきのこのシャボン玉とかも光に向けると、光のその懐中電灯を十分に